はい、りおちゃんです。朝のまあ今日も何もせんからな。火曜日、ね、どうや調子はりおちゃんの。まあちょっとポンさんな、あの対策今回初めてりおちゃんのな、な病気についてな新たにね教えてもらったことあるからな、りおちゃん今回対策ちゃんとするわな。何が原因かわからないもんな、りょうちゃんのその菌入ったの。だちょっとな、ちょっと対策するわな。怒ってんのか、りょうちゃん。何怒ってんや、りょうちゃん。まあ、おしっこね、行ってる回数はね、全然ないからな。なよしよし、りょうちゃん。りょうちゃん、な、りょうちゃん綺麗好きやねんな。特に毛についたりするんかな、毛が長いから。まあ、菌のな増殖をな減らすようにするわな、頑張って。な、りょうちゃん、まあ、それでまたなったらな、また次考えるわ、なんかな。わかった？なあ。あら、スータ君何言うてんの？あ、入ってますよ、これ。ラーメンとか。その蓋の上に入ってるけど。おうちゃん入ってんか。ね。はい、な、りゅうちゃん。なトイレきれいせなあかんな、常にな。まあこのトイレはね、実際ポンさんとか洗えるようにしてるからね、そこでもうこれごと持って行ってね、洗えるようにして、ちょっと汚れてるからまたこの後洗いますね。これをね取ってあそこで洗ったらいつもきれいなね。玉もほんまやって洗えるんやけどね、これ乾かして。けどまああまり濡れてやった方この卵の寿命も早いしね、そんな良くないかなと思って。まあ周りはね綺麗に洗ったりしてます、ね、それができるからな、しょっちゅう洗えるからな。まあ今回はだから玉ね、たまにだからこれも買えなだもんね。玉はちゃんと常にだから多く入れるんやったら玉を少なく、とりあえず頻繁に買える方がいいかもからね。何日かに一遍とか決めて、それでまあ毎日その貯金ねする方がいいかな。な、りょうちゃん大丈夫か、薬効いてるか。あ、よしよし。まあそんな感じで、りょうちゃんでした。はい。